皆さん、こんにちは。NGO 世界を見つめて第3回後半をお送りしていきます。日本の NPO や NGO で働いている方をゲストに招いてお話を伺う NGO 世界を見つめて、第3回目、前半でもお話を伺ってきましたが、今回は NPO 法人ハンズの横田さんをお迎えしています。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、ハンズの横田です。よろしくお願いいたします。はい、前半に引き続き、僕と鎌倉さんとでお話を伺わせていただけたらなと思います。前半ではハンズさんの事業内容の中でも、ケニアとパプアニューギニアの活動について伺ってきました。後半ではアフリカ西部シエラレオネでの活動や、新型コロナウイルス、世界を騒がしている COVID-19 の、影響というものが、活動の中にどう及んだのかなど、お伺いしていきたいと思います。横田さん、改めましてよろしくお願いします。いたします。よろしくお願いいたします。はい、それでは早速なんですけれども、前回の続きとして、ハンズさんの活動の内容詳細をお伺いできたらと思います。今回はシエラレオネの活動についてお伺いしたいのですが、こちらもパワーポイントをご用意いただいたということで、視聴者の皆さんにはそちらをご覧いただきながら横田さんにご説明いただきます。はい、シエラレオネでの活動をご説明させていただきます。まず、レオネの概要、国の概要ですね。まずここに概要が書いてありますけれども、まず一番注目していただきたいのが、平均寿命が52歳、2017年のデータではありますけど、大変短くなっております。その大きな理由の一つが、約10年間、1990年代から10年間、ダイヤモンド利権による紛争、内紛、内戦が続いたということ。そしてまた、2014年からはエボラ出血熱がの感染が拡大したということ。もちろんそれに加えてですね、大変もともと貧しい国だったということもあるかと思います。そして私どもが活動しているのが、ガンビア県という、ギニア、北の方の県です、はい。そちらではですね、一番下に書いてあるんですけども、2016年頃から、県庁所在地の一部のみ、水と電気の供給設備が始まった。そういう地域で我々は活動しております。はい。我々の活動の目的ですけれども、世界で一番命が短い国と言われたシエラレオネにおいて、将来を担っていく子どもたちが食と栄養の大切さを知り、自らの手で持続した栄養改善を行っていけるような仕組みを作ること、はい、これを目的としております。そしてその方法ですけれども、小学校の校庭、現在は10校ですけれども、校庭に教師と子どもたちが野菜と一緒にモリンガの木を栽培するモリンガスクールガーデンを作り、そこで収穫できた野菜とモリンガの葉を学校給食に加えることで子どもたちの栄養を改善して、はい、そういう活動を行っています。そしてこの活動には地元の NGO とまた国連世界食糧計画 WFP などが一緒に協力して実施をしていただいております。で、今出てきたモリンガなんですけれども、こちらに詳しくその栄養成分っていうのが書いてあるんですけれども、特にビタミンやミネラルの栄養素が豊富ということで、今シエラレオネだけではなくて、他のいろいろな国でもですね、このモリンガを活用して、栄養改善が行われております。これがモリンガスクールガーデンの様子なんですけれども、左上のこれは学校のそのモリンガスクールガーデンですね。今の先生を抱いているところで、生徒や教員が一緒にやってますけども、種をまいて、そして水をやって、そうすると右側のように、あっという間にですね、本当に成長がね。はい、生い茂ってますね。そうなんですね。こういう感じになっていきます。そしてそれが、この後はあっという間ではないんですけども、給食として下の写真のようにですね。はい。給食として食べることができて、栄養改善につながっていければというふうに考えております。はい、でこの後ですね、活動の様子を、世界食糧計画が提供していた、いただいた動画に、はい、用意してありますので、そちらもぜひご覧になっていただければと思います。はい。WFP シエラレオネ副代表の津村です。ここはシエラレオネ北部にある、カンビア県の学校です。新学期が始まって、日本の支援を受けた学校給食も始まりました。ここではですね、今年から学校給食、それから日本の NGO ハンズの学校菜園プロジェクトとのパートナーシップが、スタートします。
このパートナーシップの目的はですね、現地で採れた、栄養素の豊富な食材を積極的に学校給食に取り入れて、子どもや家庭、地域の栄養改善の促進をすることです。ちょうど今学校給食の、ご本が調理されているところです。この NGO ハンズの、このプロジェクトの、主催者、藤井さんにお話を伺いたいと思います。藤井さんどうもお疲れ様です。こんにちは。どんな感じですか今日は。そうですね、今日はモリンガを使った料理を地元の方たち女性たちにしてもらおうということで、今モリンガの葉っぱを茎から外しているところです。そうですか、はい。でまずモリンガ料理はもうここからスタートですね。あ、そうですか、はい、そうですか。これは茎を取って、はい、葉っぱだけにしてます。葉っぱだけにしてるわけですね、はい、なるほど。今私たち今年4月からモリンガスクールガーデンプロジェクトを始めました。このプロジェクトの目的は小学校の子どもたちの自立した栄養改善を目的にしています。で今は地域の女性たちにどうやってモリンガの葉っぱを使った料理を作るかっていうところを WFP と一緒に協力しながらトレーニングをしているところです。このようにモリンガのような、現地で採れた栄養素の高い食材を、単調になりがちな学校給食に取り入れるのは非常に大事なことだと思っておりまして、このような補完的なパートナーシップですね、学校給食と学校菜園、このような補完的な連携をですね、ここでのこの一つのモデルとして他の地域にも普及させていこうと思っております。はい、皆さんにも動画を見ていただきました。日本ではなかなかこう耳にしないモリンガというものですけども、非常にこう栄養改善に役立っていて、またかつローカルの人たちが一緒に育てているという光景も見ていただきましたが、鎌倉さんどうでしょうか。そうですね、もう見るからにみずみずしくて栄養たっぷりなモリンガなんですけど、気になったのが味でして、横田さん、モリンガってどんな味がするんですか。ですね、おそらくですね、日本人、美味しいものをたくさん食べている日本人にとっては、それほど美味しいとか、そういうふうに思わないんではないかと思うんですけれども、しかし、現地の人たちは、モリンガだけで食べるわけではないので、いろんなものを一緒にして、食べてますので、給食とかでは非常に好評だというふうに聞いております。ありがとうございます。確かに、スープというか、ね、作ってましたし、子供たちもモリンガの、写真見たらすごい笑顔だったので、ね、美味しいんだろうなと思いました。ちょっとチャンスがあったら食べてみたいですよね、佐藤さん。はい。いや、地元で作れる、高栄養な、野菜っていうんですかね、葉っぱとして、地域の人たち自ら作ることができるという活動を見させていただきました。ここからはですね、そうした現地の活動、じっくりと時間をかけてローカルの人々と築き上げてきた活動が、この新型コロナウイルスの世界的な感染拡大の影響で、どのような影響を受けているのか、お伺いできたらなと思います。はい。新型コロナウイルスの、影響というのは、当然、日本でもかなり大きな影響があります。それぞれの国でかなり大きな影響があります。そしてその影響もですね、やはり地域や時期によってかなり異なるんですけれども、それをまとめてみ、見るとこういう形になるのではないかと思います。各、まず最初に各通道地、それぞれの国での制約ですね。外出の制限、完全禁止してしまう。あるいは昼間のみ、あるいは昼間の一定のみの時間だけ外出ができない。そうなるとやはり活動もですね、非常に限られたものになってしまいますし、次に集会の制限ですね。集会自体を禁止する、した時期もありますし、人数の制限をしてしまう。そうするとやはり我々の活動の、かなり多くの活動の中に、研修とかですね、あるいは会合が入ってますので、そういうこともなかなかできなくなっています。そして三つ目の学校幼稚園の休校。これもですね、先ほどケニアとか、シエラレオネでは、学校、あるいは幼稚園で活動を行っているということをお伝えしましたけれども、ケニアでは例えば去年の3月から12月までが学校が休校。シエラレオネも9月頃までは休校になってまして、我々の活動もその期間は活動することができませんでした。
そして最後に、まあ、日本から、その、見に行った時にですね、入国時2週間の隔離をですね、はい。しなければならない。これもまあずっとではないんですけど、うん、そういう時期、あるいはそういう国もありまして、そうすると、やはり、出張ベースで、活動を行っている人、あるいは活動に関わる人っていうのは全くそこに行けなくなってしまったっていうのが、年以上の状況でした。それとともにですね、あとは日本サイトの方針による制約って書いたんですけども、これはですね、はい、日本が、まあ我々もいろんなところから、まあ、資金をですね、いただいて活動してますので、まあ、例えば、外務省だとか、国際協力機構、JICA ですね。そうすると、やはり、そちらの、まあ、方針には、基本的には従わなければいけないということになります。うん、そうすると、現地からの退避指示だとか、今度は逆に現地への渡航制限っていう、うん、まあ、そういうのがありまして、なかなか、活動が思うようにできなかった、この1年間ではあります。うん、ただ、一方ではですね、そう、思って、なかなか、日本人、あるいは日本から、のスタッフがいないと何もできないのではないかというふうに思っていたところ、はい、現地の人たち、あるいは現地人、現地のスタッフたちが、まあ、いろんな工夫をして、もちろん、我々もですね、一緒に考えてですね。そうすると、今までできないと思っていたことが、あ、もう少しできるんだっていうような、楽しみたちもあったんですね。ですから、まあ、もちろん、悪いことの方が多かったんですけども、はい、でも、その中で新しい発見、あ、もっといろいろな可能性があるんだっていうことも、うん、考えることが、感じることができた。新型コロナウイルスによる影響でした。ありがとうございます。いろいろと、はい、第1回、第2回でも鎌倉さん、他の NGO の方々、新型コロナウイルスの影響についても語られてたと思いますけれども、うん、どうですか、今のお話を伺って。いや、まさにですね、このハンズさんのミッションにある、人づくり、仕組みづくりをしていたから、その現地の方たちが、もう、アイデアを持っていろいろ実践されたんだなって思いました。うん、本当にこう、緊急時に生きるというのは、もう、これに尽きるなって、改めて感じました。うん、はい。で、横田さん、やはり現地とはオンラインで会議をやりながら、こう、アイデア出し等々行われてたんですか？そうですね。まあ、私が直接、会議に入るっていうことも、まあ、たまにはあったんですけど、まあ、それよりも、やはり、まあ、日本に、まあ、実は、日本人の、まあ、担当者、プロジェクトマネージャーがいて、で、現地、あるいは、現地から退避したスタッフとかですね、そういう人たちがつないでですね、うん、まあ、会議をしてっていうことは、本当に頻繁にありました。いや、元からこう、医療が脆弱であったり、こう、インフラがないところでのこの新型コロナウイルス、非常にまだまだ困難が続いていて、チャレンジが多いかと思いますが、今の横田さんに伺った現地のスタッフのお話、非常に勇気をいただきました。ありがとうございます。はい。それでは、スライドで、ちょっとその新型コロナが、そうですね、この感染拡大した時の様子をちょっとだけ紹介しますと、はい、ので、ありがとうございます。例えば、左側の、研修は、これは個別研修って書いてあるんですけども、集会ができないときに、もう一人一人ですね、個別でも本当に教えていた。うん、そういうで右側は、まあ、少しそれが緩んだときに、まあ、それま、これまであんまり手洗いとかやっていなかったんですけども、そういうことを、まあ、推進して、もうぜひ、ね、手洗いは重要なんだっていうことを、まあ、伝えて研修を行ってました。で、まあ、これは本当であればこの部屋にたくさん人数入れるんですけども、こういう形で間隔をしてですね、まあ、研修再開してもこんな感じ、このような形で行ってました。で、またパプアニューギニアではですね、まあ、手洗いっていうもの自体があまりですね、されなかったり、あるいはしてもですね、水たまりに手を突っ込んだり、バケツに手を突っ込んだりするような形が多かったと思うんですけれども、まあ、そうではなくて、きちんとまあ、流水といいますか、こういう形で、きちんと手洗いが、必要なんだということでですね、こういう手洗い器具を、まあ、作ることを、まあ、伝えていく、保健ボランティアの人たちがですね、で、まあ、手洗いの重要さを伝えていく、こういう活動を行ってました。はい、以上です。はい、ありがとうございます。様々な困難、課題にですね、果敢に挑戦していくそのハンズさんなんですけれども、横田さんご自身はこのハンズでの活動、そして様々な人のデベロップメントヘルスに関わっていく、このパッションというのが一体どこから来るのかというのがですね、前半からずっとお話を伺っていて、僕も気になっていたところなんですけれども、そもそもなぜこのような業界を志されたんでしょうか。
はい、ありがとうございます。そうですね。まあ、NPO、NGO、で働いている方はたくさんいらっしゃると思うんですけれども、まあ、私の場合はですね、かなり遅く、40代後半から、この、まあ、世界にといいますか、入りました。それまでもですね、いろいろな、いくつかの、まあ、職業といいますか、転職をしていたんですけれども、で、まあ、国際協力とか、そういうこと、途上国に関しては、ずっと関心がありました。はい。まあ、どれか一つをきっかけに突然っていうわけではないんですけれども、まあ、少しずつですね、そういうことの積み重ねで、途上国のことが、何かしら関わっていきたいというふうに思ったの、ということがあります。その中で、まあ、特に、まあ、思い出すのがですね、はい。一時、途上国から、研修とか視察をですね、受け入れる。だいたい2週間から4週間ぐらいの研修とか視察を受け入れる。受け入れをして、まあ、その人たちと、まあ、10人から20人、あるいはな、時には30人ぐらいの人たちと一緒に、まあ、日本中を回って、まあ、いろんな会社を訪問して話を聞いたり、そういうところもあったりとかで、そういう活動、仕事をしてた時があります。はい。まあ、いろんな、国の人たちから、まあ、その国の話を聞いたりすることができましたし、また、その、研修や視察に来られる人は、比較的、まあ、役人であったり、企業の人で、まあ、恵まれた人なんですね。うん、中には、私のように、まあ、その、なんていうんですか、研修団に一緒にくっついてくる人たちに対して、俺がおごってやるという太っ腹のような人もいたんですけれども、やはりそうではない人が、まあ大半で、たとえそういう恵まれた人でも、日当ですね、それほど多くない日当でも、全部貯金に回して、自分は一番安い、まあ、バナナ一本を食べるとかですね、まあそういうことをしている人もかなりいたんですね。まあそういうのを見ると、まあせっかく日本に来たのに、まあ日本の、まあ、食べ物とか食べないのとか聞いてもですね、いやいや俺はこれでいいんだみたいなことを言うと、うん、やはりまあその途上国との、まあ、なんていうんですか、日本との違いとかですね、そういうことがですね、やはり非常に、今まで、それまではそんなに意識してなかったことが、もう本当に身近に感じられて、まあやはり自分もですね、もっともっとそういう途上国の実情を知りたい、あるいはまあ、うん、関わっていきたいっていうふうに思ったのも大きなきっかけの一つだったと思います。ありがとうございます。きっとこれからもこうした業界を目指したいと思う、こう、若者たちもこういう動画を見てですね、あ、ぜひ自分も挑戦してみたいなと思う方がいるかと思いますが、おそらく横田さんが経験されてきたことって、こう、悲しい現実であったり、苦しい状況だけではなく、様々な本当にこう、思い出に残るようなシーンもあったのではないのかなと思いますけれども、そうした業界をこう、目指される、こう、若い人たちに何かメッセージはございますか？そうですね。まあ、メッセージっていうほどでもないんですけれども、今どうしてもこの新型コロナウイルスのこういう状況で、まあ、日本も大変な時期で、まあそうするとですね、どうしても、まあ我々のように国際協力に関わっていると、いや、それより目の前の日本のことを思ってやった方がいいんじゃないかっていう、まあそういう声も聞こえてくるんですね。ただ、まあ私はですね、もちろんそれも大切なことで、まあできればそういうこともやりたいと思うんですけども、やはりもう今は、世界がですね、まあいろんな形でもう繋がっている、もちろん人の、行き来もありますし、情報の、まあ、なんていうんですかね、交流といいますか、うん、ものもあります。ですから、なかなか、その日本だけで、何か完結できる世界ではないと思うんですね。うん、まあ、そういうふうに考えると、やはり日本だけ、まあ、幸せになるといいますか、いいっていうことは、もう、ありえないですし、うん、まあ、そうであれば、もちろん日本も、もっともっといい国になってほしいんですけれども、世界のいろんな国にも同じように、まあ、日本の方が本当に幸せかどうかわからないと私は実は思ってるんですけれども、はい、でもそういう国でも我々ができることは一緒に、うん、そうすれば、またそこで我々もいろんなことを学んでですね、そこでまあ楽しさもあれば、また日本にですね、そこから持って帰れるものもたくさん発見できる、教えてもらえるというふうに考えてます。はい、非常に力強いお言葉をいただきましたが、鎌倉さんいかがでしょうか。もう横田さんのその研修生を見てらっしゃった眼差しっていうのをすごい感じました。で、さっき佐藤さん若い人へのちょっとメッセージというのもあったんですけども、はい、横田さんがその40代後半に国際協力の道に入られた
って、もしかしたら、多くの40代、もしかしたら50代の方たちはですね、なんかこう若い、自分はもうちょっとこの年齢だから、ちょっともう無理かななんて思ってらっしゃる方もいるんじゃないかなと思いました。逆に横田さん、こう40代オーバーの人たちに向けて何かメッセージがあるとお願いしたいです。そうですね。まあ、まあ別に年齢はあんまり関係ないと思うんですけれども、まあでも何かできること、あるいはやれるチャンスがあればですね、まあぜひしてほしいな。まあすごくその無理をする必要はなくて、できることからですね、やっていただければと思います。で、まあ実際にまあそういう人も今、いろんな企業で働きながら、我々のような NPO、NGO を手伝ってくれるとかですね、そういう人も増えてますのでですね、いろんな形があると思いますので、ぜひ、どんな形でも、まあ、国際協力、国際交流、あるいは、まあ、いろんな違う形でも、その海外とつながるような活動であると思いますので、ぜひそういう方、そういうことに関心を持ってもらいたいと思います。はい、ありがとうございます。まさに関わり方はいろいろですので、ちょっと関心がある方は、ぜひ、ハンズさんのページですとか、はい、チェックしていただけると嬉しいです。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。そして、そんなハンズさん、これからの活動というのは、どういったビジョンを持ちながら活動されているのでしょうか。これは、まあ、今後のといいますか、今まででもやってきたことなんですけれども、母子の健康を守るためのツールとして、母子手帳の推進というのを以前から行ってます。はい。もどんどん進めていきたいと思います。これは大きな意味での仕組み作りとか人作りにもつながると考えています。そして母子手帳はですね、まあ、日本にいると当たり前あって当たり前なんですけども、実は母子手帳が初めてできたのは日本で、日本生まれ。そうなんですね。で、まあ、1948年ですから、1945年に第二次世界大戦が終わって、戦後間もなく母と子どもの健康を初めて一冊の手帳にまとめたのが日本でした。これを最初にした人たちは、まあ、先見の明があったなと非常に感じます。そして1990年代ぐらいからですね、その母子手帳の良さが認められて、いろんな国に広がり始めて、まあ、現在はまあ50カ国以上で、まあ、母子手帳が開発されています。そうなんですね。で、まあ、現在のハンズ、まあ、ハンズは小さな団体ですので、まあ、すごく大きな活動はできないんですけれども、今現在行っている活動が、まあ、国際的な母子手帳の推進普及を行っている国際母子手帳委員会というのがあるんですけれども、まあ、ハンズの関係者もたくさんそこに入っているんですけれども、その活動をサポートする。そして母子手帳に関する研修講義への講師派遣、そして母子手帳に関する情報提供や母子手帳の貸し出し、まあ、海外のいろんな母子手帳に関する、まあ、情報とか母子手帳そのものが私どもの事務所にありますので、まあ、そういうのを活用させていただきます。はい。で、この母子手帳委員会なんですけども、その一番大きな活動が母子手帳国際会議というのがですね、行ってまして、だいたい2年に一度行ってまして、で第11回、前回はタイで2018年に約29カ国447名が参加しております。で第12回オランダで2020年、昨年開催予定だったんですけども、延期になりまして、現在は2022年に開催予定になってますので、まあ、そちらをぜひ成功させたいと。また研修講義への講師派遣なんですけども、現在は主に JICA 主催の研修に講師を派遣しておりまして、まあ、参加者はいろいろな途上国ですね、アフリカや中南米、アジアなどの開発途上国の政府関係者や医療従事者などが参加されています。で、最後に母子手帳に関する情報提供や貸し出しなんですけれども、これはまあ主な対象はメディア、まあ、メディアはいろいろ、まあテレビ、新聞、雑誌、出版社などいろいろなんですけれども、あと学校関係者、保健医療関係者、学生などに対していろんな情報提供や母子手帳の貸し出しを行っています。で、今この写真にあるのは、まあ、都内の高校でですね、まあ、世界に広がる母子健康手帳というテーマで展示を行った時に、まあ、情報提供や母子手帳を貸し出しさせていただきました。以上です。はい、ありがとうございます。こうした活動をですね、視聴者の皆さんもご覧になられまして、私には何ができるかなとか、僕はこのハンズに一体どのように関わったらいいだろうかって思われている方もいらっしゃると思います。そうした方々に対してですね、ハンズさんの活動を応援したいと思っている方に、一体どういう、こうサポートの仕方、参加の方法などがあるのかということもお聞かせ願いますでしょうか。はい、ありがとうございます。私どもの活動は
やはりあの皆様いろいろな方からのまあご支援ですね、ご支援によってあの活動を継続しております。そのご支援をあのぜひお願いしたいと思ってますけど、まずはまあ会員になっていただくということで、まあ、正会員、参助会員2つございます。またあの寄付、それぞれあのご紹介した活動についての寄付でも結構ですし、ハンズ全体に対してでも、はい、で私どもは認定 NPO 法人の資格を取っておりますので、まあ、寄付金の控除を受けることができます。まあ、その寄付の一つとしてましてですね、マンスリーサポートプログラムというのを作っております。こちらも各事業別あるいはハンズ全体母子健康手帳、まあ、それぞれあの指定することができます。月500円から参加するしていただくことができます。はい、あとはあのリサイクル募金というのがありまして、あの不要な、まあ、ここに書いてある本とか DVD、CD、ゲームなどですね、こういうものを寄付していただきますと、その、まあ、査定額を、まあ、ハンズに寄付していただける。まあ、今あの簡単にご説明させていただきましたけれども、あのもしよろしければあのハンズのホームページ、こちらの方をご覧になっていただければと思います。はい、ありがとうございます。まあ、最後にあの Facebook の方もあの日本語でもそうですし、あとパプアニューギニアとケニアはそれぞれの現地のスタッフが Facebook を活用していただきますので、もしよろしければぜひご覧になっていただければと思いますので。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。本当にマンスリーサポーターからあの家にあるちょっとリサイクルできそうなものまで、本当いろんなメニュー取り揃えてらっしゃって、まさに自分ができるところから関われる、そんな感じですよね。ぜひどんな形でも結構ですので、はい、まあ、もちろんそれ以外にも、まあ、ボランティアとかインターンとかですね、あのそういう形で、うん、あの関わっていただくのも大変ありがたく思います。はい、ぜひあの興味関心ある皆様、あのハンズさんのホームページであったり、あとフェイスブックでもあの現地の写真どんどん更新されているということですので、今日の写真もっと見てみたいなと思う方もそういうところからつながっていただけたらなと思います。はい、というわけであの非常に駆け足になってしまいましたが、本日のこの NGO 世界を見つめて、本日は特定非営利活動法人ハンズの横田正史さんをゲストにお話を伺っていきました。鎌倉さん、お話伺っていていかがだったでしょうか。本当にこう心温まるプロジェクトだなって思いました。でこれからの私、母子手帳の活動すごい自分も応援したいなって思いました。うん、母子手帳って今思うと私もちょっと実家にあるので、あのもう一回ちょっと振り返りたいんですが、本当にこう子どもの成長の記録が残されているものだと思います。今ちょうど収録日、あの収録してるの3月で、3月といえば東日本大震災の時、うん、ね、あの月です。で私がすごいあの覚えているのが、あの被災した石巻でご自宅があるところにですね、一人の女性がいろいろ探して、ものを探していて、どうしたんですかって聞きましたら、母子手帳を探していると。で、あの赤ちゃんを育てていて、それの記録が、あの、載っている一冊なので、あの、やっぱりこう、つながったこの命を、なんか守る、残すために母子手帳がなくなってしまったんですということで、本当に震災から5日目ぐらいですかね、探してらっしゃるお母さんいらっしゃいました。で、その時思ったのが、母子手帳ってすごい記録なんだなって思いました。うん、なので、ぜひですね、この母子手帳の、広く、世界中のお母さんの手にしっかりと渡ってほしいなと、改めて、うん、はい、あの、思いました。本当にいいお話、いろいろありがとうございます。ありがとうございます。はい。本当にハンズさんの活動、こう、モリンガから、かまどから、母子手帳まで、様々な、本当に幅にわたって活動されてますので、こう、一口に NGO といっても、なかなかどういう活動してるのかなって、あの、少し、わからないな、ちょっと調べてみたいな、という方は、ぜひハンズさんの活動も見てみてください。ということで、前後半に、分けてお話しいただきましたが、本当にあっという間で、まだまだ時間が足りないところではありますが、本日は、ゆっくりとご解説いただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、それでは、また次回の NGO 世界を見つめてでお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録やご評価をいただけますと幸いです。また、このチャンネルは皆様のご寄付に支えられております。ご支援、ご協力、よろしくお願いいたします。